これあの僕あれですよ、あのコールセンターでバイトしたこともあるんで実は。ああ、そうなの、はい、そういうあの大丈夫だったの。はい、あの的確にあのオペレートしますよ全然。師匠本当にそんな仕事大丈夫だったの？苦情とか来なかったのな。え、それは煽りですか？煽りじゃなくてあの純粋な疑問。ああ、いや、もうめちゃくちゃ稼いでましたねその時僕。稼いでた。稼いでましたね、はい。稼ぎ頭でしたね。あれ、ホストみたいにさ、ランキーナンバーワンとかあるの？いや、まあコールセンターってかなり実力勝負な世界なんで、やった分だけ報酬あるんで、うん、もう僕はまあかなりあの、うん、まあいい感じのところまでやってましたね。聞き間違い大丈夫だったの？あ、適当に答えていた。わー、風向き話していたのな。まあそうですね、やっぱたくさん罵声を浴びせられる職種ですのであれってまあそこで、まあちょっとまあ、メンタル鍛えられたと言っても過言ではないかもしれないですね。聞こえないふりしても聞こえてないから、あ、そっすねーすねーすねー、まあ、逆にそれのせいで俺が若干適当になってしまったっても過言ではないですよね。罵声を聞こえ、罵声聞きながら共同反対の手でパソコンいじってたり。そうなんですよ、今何時だと思ってんだって言われた、あ、そうっすねーっつってガチャッと来てるんですよ。、はい、まあ、それだと怒られるんですけど。怒るよ。そうなんですよ、まあ、ただやっぱもう一回かけるよ、もう一回チャレンジするわ。いや、もう怖いっすよね、切られるでしょ、師匠ね。いや、もう一回フワチャレンジしたよ、もう一回。おい、お前来ただろーって言って、またかかって。いや、もうそんなね、ね、よかったらこのサービスいかがですかっつってね、やらせていただいてまして、うん、はい。やろうか。あ、やろう、ステップアップだけ。シリアル、パッテリーないけど。あ、ED7UM2。あ、母音含まれてる。E って母音だよね、A だから。E って書いてます？あ、うん、E って書いてある。母音なので、うん、黄色ボタンを押してください。黄色。いけましたか？押せた。次は何が光ってますでしょうか？緑黄色って感じで光ってる。緑黄色で、かしこまりました、うん、では、黄色緑を押してください。黄色、あ、いけたな。突破しましたか？次は解けましたか？ナイスです。え、これ解けてないよ。あ、次何色光ってます？次は緑黄色黄色。緑黄色黄色で、かしこまりました、うん、では、黄色、緑、緑と押してください。黄色、緑、緑。ああ、クリアした。ナイスです。え、ナイスです。あと爆弾何個？あと爆弾何個？はい。え、時間は？あと46秒。え、勝ったの俺ら。勝った。うぬー。え、なんでわかったの？いやもうそりゃコルセミナト出ちゃったなぁ。いや、コルセミナトとコルセンされるロアちゃんの連携が刺さったのかなってイメージですね。あ、コールセンターのお兄さんの仲良しになって一回。あ、なんかそういうエピソード言ってた、話した気がするな。あの、リモートサービスパソコンも。はいはいはい。あ、受けました。あ、まあ、あいつらでも適当だったの？あ、もしかして今点と点が繋がっちゃった？ありがとうございます。まあでもね、コールセンターのやつはね、適当なんでね、信用した方がいいですよ。あ、なんかね、画像フォルダーとか開き出したら、お兄さんってなったの。そう、あいつは知識ないくせになんか、あの派遣で雇われてやってるだけなんで、ね、絶対信用しちゃダメっす。あ、そうなの、楽しい時間を過ごしてよな。あ、よかったっす。でもね、楽しい時間はね、うん、過ごせると思うのでね、また、うん、何か、わかんないことがあったらいつでも、ふわみのとセンターまでね、電話かけていただけたらね、嬉しいなと思います、ロアちゃん。あ、